紛争被害に遭ったアフリカの女性のまっすぐな瞳と力強さを感じるコピーライティング。貧困な状態にはある人々だけれども弱いだけの存在ではない。無数のコンペイトーは世界平和を表現するモチーフとして選びました。どれ一つ同じものはなくて、形も違えば大きさも違うし色も違うし、一人一人がこう掛け合わさって全体としての平和っていう状態を目指していく。制作したのは長崎市出身の小田清人さん。地雷や不発弾の撤去、難民や子ども兵の問題などアジアやアフリカなどで紛争被害に遭った人々を支援する認定 NPO 法人テラルネッサンスのデザイナーです。クラウドファンディングで資金を集め、これまでに手がけたデザインの事例集を作成し、全国4カ所で展示会も開いています。この日本の NPO とか NGO においては活動資金が恒常的に不足をしている。そうなると一番にこう削られてしまうのは広報のための予算。これに対し小田さんの作品はデザインに寄付を集める力があることを示します。寄付を呼びかけるチラシではどれくらいの金額でどのような人たちを支えられるかイメージさせます。目標金額2000万円を達成した募金では現場で奮闘するスタッフの誠意が伝わるようアフリカから届いた手紙のようなデザインで協力を求めました。デザインとかコミュニケーションによってですね、寄付をしていただけたとするならば紛争被害者の方々の自立を支援することができるし、その寄付をしていただいた方自身が社会を変えていくための仲間になってくれると思うととてもやりがいを感じますね。アフリカ中部に位置するブルンジ共和国、長年続いた内戦の影響で貧困生活を送る人々の生活を安定させるため地元産の蜂蜜をブランド化する事業で、小田さんは現地の人とネーミングやパッケージデザインを考えました。そこから生まれたのがアマホロハニーです。現地の言葉でこんにちはというふうな言葉なんですけれども、もう一つ意味があって、それは平和、この土地で住まう人々の共通した言葉の中には平和を願うその願いのようなものがすでに存在していた。この活動を通して小田さんは蜂蜜とともに自分たちの平和を作っていくという誇りや力を感じたといいます。デザインというものって自分たちの大切にしている価値観を明らかにしていく行為でもあると思うんですよね。その明らかになったものを目の当たりにして、あ、そうそう、自分たちが大切にしたいものはこれなんだっていうことに触れられた時、その周辺にいる人たちの内なる力というか、もともと持っている潜在的な力をもっと引き出すことができる。これこれここですね。被爆三世の小田さんは長崎工業高校時代、核兵器廃絶を求める高校生1万人署名活動に参加。活動のキャッチフレーズ、微力だけど無力じゃないは、平和のために自分に何ができるかをいつも考えさせてくれました。昨夜は1万人署名の先輩や後輩が開いたトークイベントに招かれました。平和と大学で学んだデザインが結びつき、テラルネッサンスに出会って12年。デザインを平和のために役立てることに向き合ってきました。自分にとって取り組める何か平和への関わり方っていうのがあるんじゃないかなっていうのは、テラルネッサンスで働きながらずっと考えてました。それが仮に地雷であったとしても、子ども兵であったとしても、難民であったとしても、その目の前の課題テーマに取り組むことが長崎で目指していた平和っていうことにきっと地続きにあるんじゃないかなっていうこと。小田さんは今月末でテラルネッサンスを退職し、今後フリーランスとして多くの NPO や NGO に培ってきた経験や知識を広げるチャレンジを始めます。平和の作り方を分解していったときに、
やっぱり関係性のデザイン、対話の力っていうものが必要になってくる。デザインっていう、ね、役割でもってこの長崎から発信される平和の作り方に貢献していけると思うし、していきたいなというふうに思います。デザインとは誰かと誰かをつなぐコミュニケーション。小田さんはその先に平和があると信じて、これからもアプローチを続けます。